トレバー・イメルマンは、南アフリカ・ケープタウン・パール・バレー出身のプロゴルファー。2008年のマスターズトーナメント優勝者になった、選手である。これまでに、アメリカ PGA ツアーで2008年マスターズを含む2勝、国際試合で6勝を挙げており、2003年の MC、ワールドカップで、ロリー・サバティーニと組んだ優勝もある。父親のヨハン・イメルマンは、 南アフリカを拠点にするゴルフツアー組織サンシャインツアーの理事を務めている。トレバーは9歳年上の兄の後を追うようにして5歳からゴルフを始め12歳でスクラッチプレイヤーになる技量を身につけた。13歳から17歳までアフリカジュニアゴルフ協会のツアーを回り1999年1月1日に19歳でプロ入りする。 2000年にサンシャインツアーのボーダコムプレイヤーズ選手権でプロ初優勝。3年後の2003年、イメルマインは当時世界ゴルフ選手権シリーズに組み入れられていた MC ワールドカップでロリー・サバティーニとコンビを組み、南アフリカチームに2年ぶり5度目の優勝をもたらした。ワールドカップ優勝に先立つ頃から、イメルマインは 欧州 PGA ツアーで成績を伸ばし始め、2003年と2004年の南アフリカ航空オープンで2連覇を達成した。2004年にはヨーロッパツアーの高額賞金大会、ドイツ銀行 SAP オープンでも優勝する。2003年から2005年まで彼はヨーロッパツアーとアメリカツアーに掛け持ち参戦をしていたが、2006年からアメリカツアーに 活動の場を移し、同年7月のシアリスウェスタンオープンでアメリカ初優勝を遂げた。しかし2007年は体調不良に苦しみ、12月初頭の南アフリカ航空オープンを第1ラウンドだけで棄権する。右肋骨に損傷が見つかり、横隔膜にできた両性腫瘍の摘出手術を受けた。2008年のマスターズトーナメントでトレバー・イメルマンは、 初日からトップに立ち、最後まで一度も、主意を譲らない、完全優勝でメジャー大会初優勝を決めた。4日間の通算スコアはマイナス8アンダーパーであった。南アフリカ出身の選手による、マスターズ優勝は、ゲイリープレイヤー以来二人目の快挙となる。プレイヤーは1961年、1974年、1978年に、 マスターズで参照を上げた往年の名選手であり、イメルマンは南アフリカ人選手として30年ぶりのマスターズ優勝を達成した。1サンシャインツアーとの共催1オーロピアンツアーとの共催。ありがとうございます。